皆さんこんにちは、ジュゴンです。ということで今回も e フットボール2022情報、来週の月曜日5月9日に登場するフィーチャー選手のレベルの比較やっていきたいと思います。はい、ということで今回登場するのはこちらの10名となっています。なんといっても公式動画の方に載っていたディバラ、サンチョとか、まあ、その辺も熱いんですけど、今回ムバッペ入れてるんですよね。この辺がやはりコナミさんうまいなっていう感じですね。あとはビニシウスの登場、今回一応全員レベル5でね、出してみました。はい、今回は10名搭載と、前回13名からなぜか減ってしまいました。はい、あとはですね、今回サネが、2人なんか搭載されてるみたいなデータの入り方してるんですけど、おそらくブラホビッチ、前回特別なパホがねできるタイプっていうことだったんで、おそらく今回はサネが特別パホできるんじゃないかなと思いますので、サネ当たったという方はその辺もお試しください。はい、今回レベマの数値出してますが、あくまで一例ですので、まあ、この通りにね育成する必要はありませんので、まあ、この能力いらないからこっちに振ったりとか、いろいろ考えてみてください。チームスタイル振ってませんので、その分だけ能力は下がってしまいます。ということで、早速やっていきたいと思います。レッツゴー。はい、まずはキリアン・ムバッペから見ていきましょう。100万 GP の男、まだね取れていないという方に向けて、どっちが強いのっていう話なんですけど、まあ、FP のカッコ0のところの数値を通常で再現するとどちらが強いのか赤文字で表記しています。左の方ですね。今回ムバッペに関しては FP の方がトップ強化分強いみたいなところになりますので、この FP のムバッペ当てられたっていう方は、まあ、十分喜んでいいと思いますし、100万 GP 溜まってないとかボックスガチャが引けてないって方はここでムバッペ当てれば100万 GP が浮きます。はい、今週はなんですけど、まあライブアップデート割と安定はすると思いますし、まあシーズン中もう残り1ヶ月切ってますけど、その辺は安泰じゃないでしょうか。で、今回の能力はスピード瞬発90の性を中心に考えたのと、得点力をね増すような強化にしてみました。ドリブルとか振っても良かったですね。まあ、ムバッペの特徴、ドリブルが90ありますので、まあ、ドリブルで運んでも扱いやすく、まあ、スピードにも乗せることもできて、適性も広いので、まあ、いろんなとこで使えますよね。スキル、まあ、ダブルタッチ中心にいいもの揃えていて、まあ、チームスタイル、ショートカウンター、ポゼッション、2回ぐらい振ればね、90乗せられるんで、割といい数値になってるのかなって思います。まあ、今回ムバッペ当てたっていう方はかなり喜んでいいのかなと思いますね。はい、続いてビニシウス・ジュニオール。こちらなんですけど、ここからはどちらかというと通常の方が強くできるというような感じにはなってしまいます。まあ、ビニシウスも、まあ、スピード瞬発を中心に上げて90に乗せられる。まあ、この辺を意識して上げてみました。あとは得点力もある程度欲しいので、まあ、決定力80乗せられなかったのちょっと残念ですけど、適性がサイド中心なので、使える方がね、ちょっと一部かもしれません。なおかつサイドに置くとインサイドレシーバーが発動して真ん中に入ってきちゃうということで、最初から真ん中で使わせてほしいよみたいなところはありますよ。スキル、スルーパス持ってるのが一つ特徴的ではあるんですけど、あとはダブルタッチやらしく足裏コントロールの特殊ダブルタッチも可能ですね。あとコンディションの波っていうのが小さいになってるので、ライブアップデート新環境でも十分活躍できるんじゃないかなっていうところです。はい、続いてサネ紹介していきましょう。サネは今作スーパーサブがなくなっていますので、まあ、そこはちょっと、まあ、今までとね、使い方変わるのかなという感じと、あとはこちらも適性がサイド中心なので、真ん中がね薄い適性あるんですけど、ちょっと能力下がった状態で使うってなると、まあサイドで使ってあげるっていうのがいいのかなっていう感じはします。まあ、ウィングストライカーでバンパーを持っているのは一つ特徴だし、なスピード瞬発も言うことなくて、まあドリブルもね今回90に乗りますので、その辺はいいのかなと思うんですが、得点力をねもうちょっと上げてあげられるなら上げてあげたいよねっていうところではあります。まあただシュート系もしっかりと揃えていて、まあ決定力以上の得点はしっかりと決めてくれる印象があるのかなっていう感じするので、まあこれでスーパーサブとかあればよかったんですけど、その辺はちょっと残念な部分ですかね。はい、続いてディバラ紹介していきましょう。ディバラは今週 A みたいなのですぐ使うことができます。もちろん通常の方がどちらかというと強くできるっていう話にはなります。適性が広くて、あとは CF で起用するとチャンスメーカー外せて、かなりいいですし、あと OMF とかでも起用できる点は非常に重宝する点ではありますよね。足元がかなり繊細で、トップ強化のドリブル中心に、全て85に乗せることも叶いますので、まあ、その辺の能力の安定感という意味ではかなり高いし、まあ、通常でもね使ってる方の意見見ているとかなり使いやすいという評価ありますので、この FP もね、かなり使いやすいんじゃないかなというところです。あとはスピード瞬発も80乗せられますし、ボディコンも90に乗せられます。あと決定力などもね、しっかりと得点力の部分も申し分ないと思います。パスに関しても80弱と、もうほとんど80なので、
まあ、本当ネックなのはコンディションの波が大きいということなんで、まあ、今週 A なんで割と安定はしてると思うんですけど、これから C 環境で大きいっていうのは結構不調引きやすいと思うんでね。まあ、その点がちょっとね、ネックなところかなっていうところです。はい、続いてサンチョです。まあ、実はサンチョって10万ぐらいで買えますので、まあ、通常の方がね、どちらかというと、強化すれば強くできますので、まあ、余裕あれば、サンチョは通常で取ってもいいんじゃないかなっていう感じ。いや、GP ないよっていう方は、今回のね、フィーチャーでも十分戦えると思います。まあ、足元を中心にしっかりとしたもの持ってますし、まあ、スピードややちょっと低いかなとは感じてしまうんですけど、まあ、スピード瞬発も申し分なし。実はパス値も高くて、あとワンパとかピンポイントクロスとか、パス系のスキルを豊富に持っているというのも特徴です。こちらもダブルタッチらしく、足裏コントロールの特殊ダブルタッチも可能な選手。まあ、やはりネックなのはサイドしか適性がないので、真ん中しかね、ポジション適性ないよ。まあ、4312とか、433ギリ 3CF っぽく使ってるって方は、ちょっと適性がないのがね、一つネックですよね。あとはやや得点力に不安が残るんで、その辺もちょっと気をつけてポイントを振ってあげてもいいかなというところではあります。まあ繊細な足元中心に、まあサイドに張らせて、スピードでぶち抜く、もしくはダブルタッチで抜いていくみたいな、そんなプレースタイルの方はなかなかハマる選手だと思いますし、あと両サイド使えるところはかなりポイントは高いのかなっていう感じ。サイド適性一つしかないっていう選手多いですからね。はい、続いてアランさんマクシマンです。まあ、能力的にはスピード瞬発圧倒的なものを持ってますので、快速でぶち抜くっていうみたいな、そんなプレーも可能になってます。今作はリンクフォワードになってますので、まあ、サイドで使うとリンクフォワード外せますので、まあ、そんな起用もいいですし、まあ、中央でね、使ってあげることもできますので、まあ、ポジション適性はかなり幅はね、広いのかなっていう感じです。まあ、ラインブレーカーではないので、真ん中で使った時に、抜け出しが非常に多いかって言われるとそんなに多くはないと思うんですけど、しっかりと抜け出してくれれば、このスピードでぶち抜くこともできるのかなっていう感じと、あとは足元も繊細なので、しっかりボールは運んでくれるのかなっていう感じです。特に決定力が、もうちょっと高いと、真ん中でもね、起用しやすいのかなっていう印象はあります。あとスキルがちょっと足元系多いので、足元系スキルほとんど使わないっていう方にとってはちょっと無駄スキルが多いのかなっていう感じです。はい、続いて、ラパシルバ紹介しましょう。ベンフィカ所属なのでライブアップデートは非常に乗りやすくて、だいたい5割ぐらい B 以上になりますので、非常に使いやすい選手ではあると思います。ポジション適性的にもいろいろなところで使える、真ん中サイドどちらでも使えますし、能力的にもスピード瞬発ほとんど90ぐらいで、足の速さとあとは足元の繊細さ、この辺はやはり持ってますよね。まあ、ただもうちょっと特徴は欲しいのかな。まあ、スキルダブルタッチ足裏コントロール持ってたり、まあ、シュート系パス系といいもの持ってるんですけど、もう一つなんか特徴があるとさらに使いやすいし、その点ではパスとかもうちょっと決定力あるとなんか他と違うっていう感覚はあるのかなっていう感じ。ただコンディションの波が小さいなので、今後 C 環境になってもね、使いやすさっていうのはあるのかなっていう感じ。はい、続いてアダマトラオレ紹介していきましょう。トラオレはいいね。ほんと特徴はっきりしてる。スピード瞬発を武器に、あとは体の強さ、その辺が強いよということで、ほんとはっきりとした特徴ですよね。こちらも特殊ダブルタッチが可能ですね。ただ適性がね、こちらもウィングのみなので、まあ、ウィングありっていう方はいいかなっていう感じです。今週 B なのですぐ使うこともできます。ただ通常は 32,000GP なんで、通常取ればもうちょっと強くできます。まあ、やはりネックなのはパス決定力、この辺がちょっとね気になるんで、まあ、スピードでぶち抜いたとしても決定力に不安があるので、慎重なシュートみたいな、そんなところは必要なのかなっていう感じはします。まあ、とりあえず4312とか使ってる方はサイドのポジションを開けてあげる、まあ、作ってあげることで、この選手は輝くと思いますので、そんな起用がいいんじゃないかなっていう感じです。今週 B なんでね、すぐ使うことができる、その辺はいいですよね。はい、続いてシニステラ選手紹介していきましょう。今週は A みたいですね。フェイエノルト所属なのでライブアップデートも安定感高めにはなっております。こちらもちょっとサイド適性中心なので起用ポジションがあるのかと、あとはですね、スーパーサブ枠としてはいいのかなというところです。決定力74とまずまずな感じなんですけど、まあ、キック力があるので、その分シュートはね入りやすい印象はあるのかなっていう感じです。逆足がねどちらも高いなので、両足使えるっていう点ではかなり重宝するのかなとは思います。はい、最後がソフィアン・キーン選手です。こちらの選手は元々の能力がちょっと低すぎますのと、あとはスキルが少ない、2つはちょっと寂しすぎますね。あまりリーグ戦もねそんなに出場してなくて、調子も安定してるっていう感じではなさそうなんで、厳しいのかなって言ったところです。はい、ということで、こちらのねフィーチャーの選手紹介していきました。いかがだったでしょうか。まあ当たりはやはりムーバッペ、ビニシウスとかそのあたりになると思うんですけど、適性がちょっとサイドに寄っている選手が多いので、まあその辺起用ポジションがあるのか
かによって、まあその辺の評価も少し変わるかなというところです。まあ基本的にはムバッペ、ビニシウス、ディバラ、サンチョ、サネ、まあトラオレとか、まあその辺が当たりというところにはなりそうですかね。あとはムバッペ以外は基本的に通常の方が強くできますので、その辺もまあ、GP あるっていう方はね、そっちで狙ってみるっていうのもありかなっていう感じです。まあ結果、ガチャ結果見てからでもね、遅くないと思います。ということで、こちらのチャンネルこのようにフィーチャーのレベマの比較しっかりと毎週紹介していきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録していないという方はぜひぜひチャンネル登録も合わせてよろしくお願いします。ということで、今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。